前回、1万3000系が3000系の余剰車両を組み込み、試運転を行ったことを解説したけど、本日より3000系を組み込んだ1万3000系、1万3021編成が営業運転を開始したよ。以前解説した通り、塗装以外は何も変更点がなく、窓割りもそのままで運用を開始したそうだよ。そして、ニュースやツイートを確認すると、どうやら、クロスシートはそのままで運用を開始したらしいよ。特に化粧板やドア周りに変更点が加えられた様子もないそうで、LCD 表示器も3000系時代のままとなっているよ。この組み込みの3000系は3000系半他社と、京阪公式からは言われていて、出会えたらラッキーな車両と動画内では言われていたよ。組み込み車が現れたとはいえ、おそらく1万3000系の運用上では何も変更点がないと思われるので、今後も通常通りの運転を行うと思われるよ。この1万3000系の異端車両が京阪の普通電車移動を快適なものにしてくれることを願っているよ。そして最後、宣伝になってしまいますが、コメント欄にこの動画の画像を提供してくれた方の YouTube と Twitter の URL と、うつ主が最近立ち上げた Discord のサーバーの URL を載せてますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。